現代ラジオ最先端のコーナーでございます。はい、そうですね。僕が今日はこのカメラを持って、はい、ケイちゃんのアップ、あ、はい、そう、今日ね、有名プロデューサーです。何訴える、すぐ訴える、全然30年とかもわかんない、一瞬で言うたらすぐ訴えられるんか、はい、すぐそのカメラを撮って五郎さんを撮りますから。君、はい、仕事なくなっても知らないよ。大丈夫、頑張る、大丈夫、頑張る、はい、今日ね、うん、ごめんなさい、月曜動画ショーのコーナーなんですけど、うん、メッセージで、うん、今日の、うん、谷頃の心に聞くラジオのブログのページのケイちゃんの写真めっちゃ可愛くないですか、なんかいいですっていうメッセージが来てるんですけど、うん、その後にちゃんとしてますって書いてあるんですけど、はい、私普段とどこまで破天荒な感じなんですかね。みんなちゃんとしてへんのみたいですね。でスタッフの方とちゃんと服着てます。ゴロさんはいつもちゃんとしてはらへんね、そういうところね。で今日ね、色が少ないからそういう風に言っていただけたのかななんて思って白い服を着てるんですけど、うん、はい、帽子がね、耳ついてるんですよ。何よ、かわいこぶってウサギか。ウサギさんだ、ハロウィンですからね。あ、ハロウィンか。さあ、そんなケイちゃんなんですけど、はい、今日は、はい、昨日、うん、神戸新長田で行われました神戸ポップカルチャーセッション2017というイベント、うん、ケイちゃんも参加してきたんですけど、はい、青春ラジメニアの岩ちゃん、岩崎和夫さんのトークショーがあったり、うん、渡辺フラワーの、うん、ムサ君のアニソン部屋のアニソンカラオケ大会があったりと非常に盛り上がりまして、うん、はい、その中でも、今回メインビジュアルにね、うん、兵庫県のマスコットのハバタンと、それからゴミを出すときにきっちり分別しましょうねというメッセージをいつも伝えてくれてるワケトン、ワケトン、はい、この2つのキャラクターを描かれたイラストレーターのハバタンは純坊さんで、ワケトンはロケットゴールドスターさんっていうイラストレーターさんが会場に登場しまして、作った人はいうこと、あ、そうなんです、デザインされた方、キャラクターデザインをしているんですけど、はい、大きなね壁に、うん、ライブペイントといって2人でね、うん、合作でワケトンとハバタンが出てくる絵をみんなの前で20分ぐらいで仕上げてくれたり、うん、あとライブペインティングね、はい、はい、そうなんです。それをケイちゃんがね実況中継させてもらったりしたんですけど、ハバタンとワケタンが実際ね、うん、遊びに来て、うん、それをみんなでクロッキー、絵を描くっていうコーナーをやったんですよ、うん、で、ケイちゃんもそれに参加してきて絵を描いたのでそれを見てもらおうと思ってるんですけど、うん、なるほど、まずはじゃあワケタン、はいはい、じゃーん、これケイちゃんが描いたワケタン、そうなんです。これね、実際のイラストよりもかなり大きくなってるのは、うん、まあ、着ぐるみって言っちゃっていいのかな。着ぐるみさんがですね、登場して子供たちの前でいろんなポーズをとってくれてね、うん、絵を描いてて色も塗れるんですけど、うん、なんかちっちゃい仲良くなったお友達の女の子がお洋服、うん、バケットのお洋服何色って聞いたら青色着てるんですけどね、うん、ケイちゃんは何色が好きって言われたんで、今日は白い服着てますけど基本色がもうごちゃごちゃんぜになったような服ばっかり着てるので、うんうん、ケイちゃん仕様のお洋服着たバケットを描いたり、なるほど、ハバタンがめっちゃ可愛いですけど横から見たらめっちゃメタボなんですよ。へえ、そうなん、お腹がね意外、もうね、うん、もうちょっとご飯食べ過ぎたらお腹が床についてしまうんちゃうかなっていうぐらいお腹が出てて、うん、そういうハバタンっていつもそうなん、ハバタンね、うん、ここだけの話、うん、体型がちょっと違う子が何人かいるいろんなハバタンがおるんやそうなんです、旧、うん、バージョンと新バージョンみたいなのがあってですね、うん、でこういう可愛いゆるキャラをまたみんなで絵を描くイベントなんかを今後神戸でもやっていきたいねなんてお話をしているので、はい、子供だけじゃなく大人も楽しめる様々なイベント皆さんと一緒にこれからも神戸で楽しめたらいいなと思って、うん、今日はご紹介させていただきました。はい。